フレデリック・レートンの1892年頃の絵画、ヘスペリデスのその、レディリーバー美術館所蔵。ヘスペリデスは、ギリシア神話に登場する世界の西の果てにある、妊婦たちである、黄昏の娘たちという意味。ヘスペリデスは複数型で、単数型はヘスペリス。ヘイシオドスの、新闘記では、夜の女神、ニュクスが一人で産んだ娘たちとされるが、一般的には、 アトラースの娘として知られ、プレイヤーです。ヒュアですが、プレイオネートの娘たちとされるのに対し、ヘスペリデスは、ヘスペロスの娘であるヘスペリスとの間に生まれた、娘たちであり、母の異なる、姉妹関係になる。ヘスペリデスは、世界の西の果てにある、ヘスペリデスのソノに住んでいる。その近くでは、父、アトラースが天空を背負って立っている。ヘスペリデスのソノには、 ヘーラーの果樹園があり、ヘスペリデスは果樹園に植えられた黄金のリンゴの木を世話して明るい声で歌を歌っている。リンゴの木はゼウスとヘーラーの結婚の祝いとしてガイアが贈ったものである。しかしゼウスがこのリンゴを取っては恋の贈り物としてばらまいてしまうため、ゼウスの手が届かないようにアトラースさんの頂にある果樹園にヘーラーが移し植えたとされる。 木の世話をしているヘスペリデスがリンゴを盗んでいるのを見つけたヘイラーは100の頭を持つ竜、ラードーンに木の周りをぐるぐる巻きつかせバンをさせることにした。ヘスペリデスのそのは主にペルセウスのメデューサ大治の伝説、ヘイラクレースの11番目の工業の物語の舞台となった。ヘイラクレースが持ち帰った黄金のリンゴはエウリュステウスが彼に返したため、 アテーナーがヘイラクレースから受け取って再び元の場所に戻したというヘイラーの持ち物を本来の場所以外のどこに置くことも違法とされたからであるエドワード・バーン・ジョーンズの1869から73年頃の絵画ヘスペリデスのそのハンブルク美術館所蔵を彼女たちは3人あるいは4人それ以上の7人説とも言われるベルギリウスによる アイネイス第四巻の注釈の中でセルウィウスは、ヘイシオドスによればヘスペリデスは、夜の女神、ニュクスの娘たちであり、アイグレー、エルテア、メウシノメのヘスペレトゥーサの三人姉妹で構成されている。アポロドーロスによればヘスペリデスは多くが日没に関係した名前を持ち、前述の三人姉妹の中のヘスペレトゥーサから、ヘスペリアへ名前を変更し、 アレトゥーサを加えた4人の姉妹としている。全く異なる説として、リパラー、クリューソテミス、アステロペー、ヒュギエアがあり、さらにゴルゴーンがヘスペリデスの園に住んだとされることから、混同されて、ゴルゴーンのメデューサを加えるものもある。普段は3人の美しい姉妹を描いた場合が多い。明らかになっているヘスペリデスたちの名前は、歌表参照。ありがとうございます。